それでは、今日はこれからいきましょうか。30代の男性の方ですね。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。あれは忘れもしない小4の頃。はい。中地は例外だと思いますが、大半の人が小さい頃に何か買ってほしくてダダをこねた経験があるはずです。僕はね、なんか記憶にもないし、父親や母親に聞いても、いや、そういうことは全くなかったっていうんですよね。あ、そうですか。へー、なんでしょうね。なんでしょうね。ねえ、ダダをこね、だからよその子がダダこねてんの見てすごく珍しかったですもん。へー、あんだけ一生懸命なれるってすごい。達観してる。僕もその経験があるんですが、はい、まあまあダダをこねたっていうことですね、うん、あれは家族でデパートに行った時のこと。現在は専門店なんかに並んでいるのが主流かもしれませんが、当時はおもちゃ売り場にゲームコーナー、テレビゲームのコーナーがありました。はい。そこのモニターに映し出された新作ゲームのデモ映像を見たら、欲しくて欲しくてたまらなくなって、ダダこねたんですが、母親にほら行くよと持ってた傘の上で頭をコツーンと叩かれて、母はすぐ横のエスカレーターに乗って行ってしまったんです。こちとら自制心なんて持ち合わせてない小学生、そんな簡単に諦められるものではありません、うん、買ってもらえるまでてこでもここ動かないぞと心に誓ったものの、何分もしないうちにそれさえも忘れてボケーっとモニター映像を眺めておりました。はい。とここまでは覚えてるんです。ふと車の後部座席で目を覚ましました。あれおかしいな、夢だったのかなと起き上がってみると、母親が、あら起きた、あんたがいつまでも根拳歯がいいから傘で後ろから思い切りカチーンと叩いたら気絶したんよ、いいところに当たったんやろね、膝から落ちよったよ。いや、笑い事ではありません。しかも気絶しておとなしくなったのをいいことに、そのまま起こさずに担いで車に乗せたそうで、母親って怖いですね。ダダをこねた結果得たものは空白の時間と大きな大きな炭鉱部でした。すごい。すごいよね。こんなことある？ねえ、なあ。あってすごいですね。傘の上でコツンと叩かれあってこんなことあるか。すごいよな。